ヤンガルバレクは、ノルウェーオスロ出身のジャズサクスホーン奏者。主にソプラノテナーサックスを使用し、フルートも演奏する。娘は、シンガーソングライターのアンニャガルバレクである。1947年、オスロ近郊のミュウセンにて、ポーランド人の元戦争捕虜の父、チェスワフガルバレクと、農家の娘の母との間に生まれる。もともとは音楽に、興味のない少年だったが、 14歳の時に偶然ラジオで聴いたジョン・コルトレインのカウントダウンに衝撃を受けサックス奏者を目指す。1960年代末期よりボボステンソン、テリー・エリピダル、アリルド、アンデルセン、ヨン・クリステンセンといった北欧のミュージシャンらとレコーディングを重ねる。1970年代後半、キース・ジャレットらとヨーロピアンク・アルテッドの活動を行う。 1993年、古学及び現代音楽を得意とする声楽グループ、ヒリアード・アンサンブルとグレゴリオ・聖歌をレコーディングしたアルバム、オフィチュムが大ヒットした。ECM レコード設立初期より参加しており、現在もレーベルの代表的なミュージシャンの一人として活躍している。多数の自己名義アルバムを出すほか、レーベル内の多奏者とのコラボレーションも多い。また、 ECM ニューシリーズにもいくつかの作品を残している。ジョン・コルトレーンに影響を受けサックスを始めたということもあり、キャリア初期はフリーキーでアバンギャルドな演奏が多数見られる。中期はフリージャズを基調としながらも、単美的、禁欲的なスタイルが見られるようになる。また、スカンジナビやインド音楽といったエスニック的な要素を取り入れるようになる。近年はアドリブを 極力抑えたミニマルなスタイルである。このスタイルはしばしば、ジャズではなく、アンビエント、ニューエイジと言われることもある。非常に特徴的な音色を持つ。特に、独特の透明感を持つソプラノサックスの音色は他に、類を見ない。カーブドソプラノサックスを使用している。ありがとうございます。